はい、バーチャル YouTuber のゴリラです。さて、本日はまたしても VTuber さんたちの間で流行っておりました斉藤さんを使った企画をやっていきたいと思います。ついにゴリラも斉藤さんデビューということで、人間の皆さんとおしゃべりすることが果たしてできるんでしょうか。まあ、今回ね、ちょっと、まあ、普通にやるのもあれなので、ちょっとしたね指令をいただいておりますので、それを遂行していきたいと思います。今回の指令はこちら、ドドン。歌をワンコーラス聞いてもらうということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。好きなワードどうしましょう。誰でもにしましょう。はい、バーチャル YouTuber のゴリラです。もしもし。あ、こんにちは。今暇だったんですか。はい、失礼ですが、年齢をお伺いしてもよろしいでしょうか。あ、いいですよ。何歳でしょうか。88歳です。え ?88 歳独身です。わかりました。ありがとうございます。お話聞いてくれてね。今からちょっと私歌を歌いたいと思うんですけど、はい、あ、いいですよ。ちょっと聞いてもらってもいいですか。はい、ワンコーラス歌いたいと思います。夜に向かって雪が降り積もると悲しみがそっと胸に込み上げる。涙で心の火を消して通り過ぎてゆく季節を見て、なんか言いました？そう。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、すいません。失礼いたしました。ありがとうございます。はい、さよなら。さよなら。ワンコーラス、聞いてくれませんでした。曲の途中にありがとうございましたって言われたのは初めてです。結構屈辱的ですね。はい。でも一応ね、切らずにね、話は聞いてくれたんで。はい、それでは、二人もかけていきたいと思うんですが、次はね、好きなキーワード、ゴリラで、やりたいと思います。はい。おい、ゴリラで探してるやついねえのかよ。ゴリラ誰も繋がんねえじゃねえか。ダメでした。気を取り直して、じゃあ別のワードにしましょう。まあ、女の子と、女の子にできればね、聞いてほしい。女の子と打ちましょう。女の子って言ったらおっさんが出てくるんじゃないか。あ、斉藤さんってそのまま入れるのもありなんですね。斉藤さん。これでランダムに繋がるでしょう。もしもし。こんにちは。おい！もしもし。あ、こんにちは。こんにちは。声高いですね。女性の方ですか？女性ですけど。女性ですか？ありがとうございます。今、斉藤さんで、すごい声跳ね返ってきますね。あ、YouTuber です。何のバーチャル YouTuber のゴリラです。じゃあ調べてみてもいいですか？調べてみてもいいですよ。ぜひ。はい、バーチャル YouTuber？ はい、バーチャル YouTuber。はい、バーチャル YouTuber。 あ、カタカナで大丈夫です。あ、はい、わかりました。バーチャル YouTuber って言ってもらっていいですか？バーチャル YouTuber のゴリラです。バーチャル YouTuber のゴリラです。はい。バイバイ。もうちょっとおしゃべりしましょうよ。質問していいですか？あ、はい、何ですか？何の動画を出してるんですか？まだ動画5本ぐらいしか出してないんですけど。じゃあ、ちょっと質問ですか？はい。エッチとかそういう系ですか？エッチとかそういう系ですか？エッチとかそういう系ではないです。え？そういう系好きですかってことですか？好きです。
何歳?3 歳です。3歳です。3歳です。3歳のゴリラです。はい。あ、わかりました。じゃあ YouTube 見てください。待ってください。もう一回聞きますけど。はい。バーチャル YouTuber のゴリラ?はい、そうです。はい、そうです。はい、わかりました。じゃあねー。あ、じゃあねー。バイバイ。さよなら。バイバイ。めちゃくちゃ推しの強い女の子でしたね。てか、おそらく何人か向こう側にいましたね。バーチャル YouTuber のゴリラですって言って、全然話が通じませんでした。ちょっと心が折れそうなので、もうやめてもいいですか?はい。歌を聴いてもらえませんでしたが。チャンネル登録者がおそらく一人は増えたでしょう。じゃあ、さよなら!